ちょっと不思議なメッセージが来ていますよ、はい、サビッチ FC さんからいただいています、今日のお題いない、小学生の時辺野古の花江島でバーベキューしたんだけど、いとこ同士で海水浴したら溺れかけたので一人で島探検に出た。多分陸に向かったってことだと思うんですけど、そしたら島の裏側に行くとあるはずのない祖母の家、呼びかけても祖母は出てこないので、とりあえず家族のところに戻り母親に説明、船で渡ってきたのにあるはずないよと言われて、そこに戻ることはしなかったんだけど、今考えるとこの世にいない人に呼ばれたはずね。凛太郎さん、みすずさんは不思議な体験あるということでいただきました。ちょっと、ね、不思議な体験ですよね。本当にそこにあるはずのないものがあったってこと、はい、不思議、なんか夢だったのか鬱だったのかわからない ね、で見てるのが多分サビッチ FC さんお一人で見てるということだと思うので、これなんか臨死体験に近いんじゃないの。だって溺れたんでしょ。あ、そっか、溺れてる時になんか臨死体験して見たものを戻されちゃってどうかな、よくわかんないけどさ。あ、じゃあ島体験したこともその体験だったかもしれない、もしかしたらあの溺れてる状態だったのかもしれないよね。あ、人間の脳って面白いね、どういう風な記憶になってるのか。私も過去に神隠しみたいのにあったことがあるんですよ。何ですか神隠し、説明したよ、面白い。私も住んでる地域にガマの上に、あの神社があるところがあって、で小学2年生ぐらいだったんですけど、そのもうバッチリだね、シチュエーションとしてガマの上に神社。そうで、それでこの私たちの住んでる周りの地図を作ろうって言って、友人2人と一緒にその周辺を散歩したんですよ、でこうやって地図を書きながら。そうしたらダーって歩いていくと石畳の道に出て、その道を進んでいくと綺麗な湖があるんですよ。で真ん中に祠があるような、でその中に緑色の大きな水晶玉とかもあって、綺麗ねって言って入ろうとしたら、そこに傍らにいたおばあさんが、あんたなんか入っちゃダメだよって言って、この横の道通ってからもう帰りなさいって言われて、帰ったら全然違う場所に出てきたんですよ。この入った場所とは全然違う場所に出てきて、でこれ夢なのかなと思ったんですけど、最近友人に会ったら、やっぱあったよね、そういう体験したよねって言って、ちょっと怖いなと思って、こんなことあるんだ。沖縄で、沖縄で、私の本当に那覇市の方よね。那覇市です、那覇市で。ちょっとね、夢なのかなと思って。2人で同じ体験したんですよ。そうなんですよ。じゃあ本当にあったんだろうね。本当にで、全然違う離れたところに出てきて、あれって言って、そのままその日は帰ったと思うんですけど。だって那覇市内で湖なんてね、聞かないもんね。ないはずなんですよ、私の住んでるところは特に。わあ、あなた異次元に迷い込んだんだね、その時きっと。で、そのおばあさんにきっと助けられたんだねっていう話をしたんですけど。そうだね、うん、そのままその祠に入ってたら、もしかしたらもうお会いできてなかったかもしれない、私も。そうかもしれない、本当に、本当本当。ちょっと怖い、ひと夏の体験をしましたね。なんかありそうね、そういうの。もっとあるでしょ、本当は。あ、でもあるかな。あとは、変な人にいきなり歯茎見せられたこともある。ちょっと違う。歯茎？歯茎を見せてごらんって言われて、見せられて、いい歯だねって言って、シャーって去っていかれた。ああ、見せさせられたってこと？見られたってこと？見られたのかな。怖い、これはもう。これは警察の感覚だろ。そうですね、これは人為的なものですね、これは。そう。でもさっきの話はすごい。うん、これはジブリに売れるよ。そう、なるほど、うん、ちょっとしたジブリに売れますよ。売れますね、ちょっとしたジブリに。絶対アニメスタジオにね、ね、また後で詳しく聞かせてね、はい。